ガンダムのですね、頭からのバルカン砲。もうガンダムね、あの、ビームライフル使えないから、ろくな武器ないんですよ。で、バルカン砲をとりあえず使ってみたんですけども、それをですね、手で受けられてしまうんですね。で、ゴック、宙に浮いてます。このシーン何かというと、ゴックが空中をすごい勢いで横側に移動して、ガンダムのバルカンを手で受けてるというシーンなんですけども、まあ、ゴックのですね、機動性、速さと、あとゴックの強さを見せる演出なんですよ。で、ゴックが体で弾を受けて兵器っていうのやってもしょうがない。 実はそれは水中でミサイルが当たっても兵器という描写を見せてしまっているので、ゴックの強さを見せるにはさらにそれより強いのが必要だ。なので、あの、売りとなっている爪ですね。あの、でかい爪でガンダムの弾をこう、ザーッと手で受けて兵器だっていうのを見せるっていうですね。そういうなんか演出になっています。この回でもね、柵が凝ってます。バルカン砲をですね、ガンダムが撃って撃ち終わった後ですね、えー、煙だけが残るんですね。バルカン砲を撃った後のですね、 え、重心から煙が出て、その煙が風でさーっと流れていく描写があるんですけども、武器をちゃんと武器として描写するってことですね。武器を描写するとは何かというと、バルカンっていうのは、あの、弾が撃った後煙が出るんだ。その煙が風が吹いたら流れるんだいう見せる。 でもね、こんなことやってるからね、作画はね、どん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 大変になってくるんですよ。で、これは別に、富野さんがやれと言った作画ではなくて、もうね、現場でスタッフが、この機動戦士ガンダムってすごいぞっていうのが分かってくるので、みんな競うようにして、お互いが作画を大変にしてるわけですね。で、そうやってですね、お互いが体力を削り合ってるような現場だったらしいんですけどもです、ね。まあ、まあでもこういうふうなシーンがあるのはね、すごい嬉しいです。で、次のシーンもそうです。安彦さんというかね、作画監督たちも頑張り、 次ですよね。バルカンが効かないぞってアムロが驚くシーンなんですけども、目の前にあるの照準モニターです。でこの照準モニターを跳ね抜けるシーンなんですけど手の甲で照準モニターを当ててます。つまり手の甲をこう,いう,ふうにやってるんですね。こうやってで、目の前にあるモニターをこう払うんですけども、3コマ目で手首を返してるんですね。1コマ目手の甲、手の甲、3コマ目手首を返して手のひらで4コマ目向こうに押し出してる。 こうやって押し出しながらここで手首返してこうグッとやるっていうふうな表現するんですけども、まあ、あの作画としてもですねすごくうまいですこの時にですねアムロが一切一切ですねゴックから目線を外さないこのアムロの慣れた動きっていうのが強調されるわけですねアムロが一切敵から目を離さないまま手首の返しをやることでアムロが戦闘に慣れてるっていうふうなことが分かるわけです